さあもうすでにラルフは抜いています、ヒルですね、次はレーモンヒルです、ヒルがどういう形になるか、はい、もう早くもポイント圏内か、6位に入ってきます。さあ行くぞシューマッハ、さあシューが行く、第1コーナー、いやここは無理はしない、ヒルが最近もなかなか抵抗しますからね、シューマッハに対しては、とにかくシューマッハは接触した時点で全てが終わります。皆さん大事に行かなきゃいけませんよね、ここね、ちょっとデーモンヒルがね、昨年も全く関係ないところでほぼ一周抑えている場面もありましたよね、はい、まあ、車とちょっと違う感じですけどね、はい、おっとまたこの辺りさあ来ているぞという赤いマシンをバックミラーサイドミラーに見せています、ミハイル・シューマッハ、なかなかデーモンヒルも抜かせない、かつてはこの2人でワールドチャンピオンを争ったこともあります、はい、あの時は確かわずか1ポイント差の勝負だったような気がしますが、いやー、リさん、はい、これ十分注意しないといけないですね。いやもうこれはね、もう抜かしてくれっていう、抜かさせてくれっていう、もうジェスチャーしてるんですよ、もうこれは完全に、まあ、その抑え切ろうと思うとね、その今の状態でこのジョーダンの車ストレートも速いし、なかなか難しいんだけれども、はい、そのシューマッハの最大限できるそのアピールっていうかね、そういう感じですよね。ただまあ通常的にはこのワールドチャンピオン争っている2人スムーズなレースをとは思いますけど、ドイツ球界ですからこれはレースなんだっていうことになれば、はい、別に抜かしてやる必要はないんだよっていうのもありますよね。さあしかし力で抜くかねじ伏せるか、シューマッハ、さあ厳しいところ、うわっとスペイン、ここでは無理、ここではいけない、ベルシューローズの状態でさあ最終コーナーに入っていく、このデーモンヒルをかわすのは十分骨が折れそうだ、そしてこの後無限ホンダ、このストレートはエンジンが回る、ホンダのサースまた揺らす、しかし入れない、ね、これね今回無限のエンジン速いから、速いですよね、これはね、うん、でね本当音が素晴らしい、素晴らしいですよね、すごい乾いてるいい音してますね、冗談無限ホンダ、無限ホンダ鈴鹿スペシャルエンジン、この鈴鹿スペシャルエンジンは本当にエンジニアが休みなしでこのレースの壁に突き上げてきた決勝用スペシャル、このためにホンダ50周年のありがとうフェスタにもエンジニアはほとんど参加できませんでした、みんな休みなし、とにかくこのレースのためにこのエンジンを作り上げてきました、そのエンジンが鈴鹿で素晴らしい音を奏でています、ホンダミュージック、無限ホンダミュージックが今ミハイル・シューマッハの前で奏でられている、なかなかミハイル・シューマッハはこのデーモンヒル、冗談無限ホンダをかわすことができません。